はい、こんにちは。世田谷区議会議員の立憲民主党の中塚幸代と申します。動画見ていただいた皆さんありがとうございます。今日は、1月22日土曜日に10時から行いますオンラインの座談会のご案内を成城学園前駅でお配りさせていただいています。この座談会は昨年の選挙で3回目の当選をさせていただいた立憲民主党の落合貴之衆議院議員と私世田谷区議の中塚幸代が地域の皆様と語り合う本音で語り合う座談会です。通常のこうした集会は議員が一方的に話して参加者の皆さんはお話をずっと聞いているという会が多いかと思いますが、私どもの座談会では皆様自身が困っていることや地域で気になっていること、これを取り上げていただき、そして私たち議員に訴えていただくことだけではなく、参加された皆様とも共有をして、そしてそれについて何か地域でできることはないかを考えていく、話し合うテーマも6つ例示していますけれども、皆様にその中から2つ参加者の方に選んでいただいて決めていく参加型の座談会となっています。今回オンラインになりましたので、お近くの方はもちろん、世田谷区外の方でもどなたでもご参加いただけます。興味がありましたら、私中塚幸代のツイッターやフェイスブックやメールにお申し込みをいただければ、事務所の方で皆様の参加お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。